どうも誠です。今日はワンオクロックの35のアルバムからワンバイワンの解説をしていきます。で、早速チューニングなんですけども、6弦1音半下げの残りの弦が全部半音下げです。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。あのね、今日からこの僕の相棒なんですけど、コルグの MA1 です。メトロノームですね、ただの。これまたルート音をフレットで言っていきます。で、最初の音なんですけども、パワーコードですね。パワーコードの6弦の2フレットです。で、次が1、2弦の3フレットです。ここと、ここです。で、次が、6弦開放の、で、次が、2弦の3フレットと1弦の2フレットです。はい、で、その次なんですけども、これはゆっくりやります。です。で、次サビまでギターがないんでちょっと省略します。で、サビなんですけども、これまたルート音をフレットで言っていきます。全部パワーコードです。で、最初の音が6弦の2フレットです。次が5弦の3フレット、次が6弦の5フレット、次が5弦の5フレットです。で、この最後のコードだけ、この2弦7フレットの F の音ですかね、もう鳴らす感じで。はい、で、次が、で、こっからオクターブ奏法ですね。で、これ全部4弦の、最初の音が4フレット、次5フレット、7フレット、9フレットです。で、意外とギターのパート少ないんでちょっと短くなっちゃったんですけど、またこの続きは次回やっていくんで、よかったら見てください。で、また定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。